き。あ、できた。はい。取れてるかな。うん。それいけ、漫画家マイクラ生活です。うん、いいかな。いろんなもののパクリだよ、タイトルが。よし、やります。遊ぶ。黄色のブツブツが怖い。このオープニングなんでいつもこんな怖いんだろう。この模様なんなんだろう。なんだろう。お茶とかお菓子とか、まあなんかぼーっとするときについでに見てください。うわわわわわわわ。なになに？なに？ちょっと。おいおい、初めからこれはないだろう。いやいや、助けて。だからやなんだよマイクラは、この野郎。つけた。あ、もうごめんなさい、びっくりさせて。くそー。なんだよ、もう、怖いよ。うわ、夜なんだ。もういきなり夜から始まるの？何これ？地獄？マイクラの説明できないじゃん。もう一回しなくって。おい、ニワトリ。ちょっとどこかに隠れなきゃ。とりあえず行きないと。うわ、やばい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 。え？ああ、こうやるとね、変わるんだよ。視点が変わるの。配信の時はこの、これがいいんだって。でもどうでもいいや。僕一人でマイクラできないんですよ。怖すぎて。しかもこのコントローラーおかしいし。これマイクラをパソコンじゃなくて、スイッチでやってるんですよ。で、そんなことはどうでもいい。怖いよ怖い。こうね、マイクラってね、ランダムで地形が形成されで、まあ2つとその同じ世界はないみたいな。あー、なんか変な音聞こえる。え、これマジで死ぬんじゃねえの。あの音確か地上最強の化け物エンダーマンじゃねえ。あー、この音やばい。目合わせちゃダメなんだよ、あれ。目合わせたら殺されんの。おー、このブンブンっていう音、その、エンダーマンっていうやつが、さっき僕がいきなりやられた。あ、むせた、もう。怖くてむせた。怖い。説明もできない。エンダーマンっていうのがね、ワープしてくる音、なのね。ブンって、とかするんですけど、もうやだ。もうやめていい？わあ、朝だ。よかった。普通朝で始まるんだけどな。どんだけ意地悪なんだよ。わあ、もうやだ。この緑色。うわぁ。すっげぇ。あっはハードだなぁ。ハードモードなのかな。
だよ、もう。こんな始まり方したの初めてだな。で、これね、木を取ります。いやー、やっとのんびりしたマイクラがお見せできますね。すごいよね、冒頭がホラーシーンなんて、なんかかっこいい漫画みたいなね。素手で掘ってるのね。あと、この腰のカクカクがリアルですね。このなんか、全部四角でできてるのに妙にリアルなのは、この音と、動きがね、意外とリアルなんだよね。腰こうやって振るでしょ。これで、あとこれ、木。木ですね。木。この木がすごい、もうこの世界で最も重要なアイテムだよね。ビュン、ビュン。うわぁ。ちょっとほんとコントローラー使いにくい。次変えよう。で、木を取って、あ、このゲームはね、特にね、目的がこれと言ってないの、です。あれ、どこだろう、俺の家。家じゃねえし、いいけど、あれ、さっきの穴蔵どこ行っちゃったかな。穴蔵、この辺りかな。どう行っちゃったんだろう。わかんなくなっちゃった。お？あ？違う。洞窟だ。怖っ。もうなんか怖いんだよ、全部が。ああ、どうしよう。うざいって？ごめんね。本当に怖いんだよ。あ、ここだ、ここだ。うわぁ。始まりの家。ここから僕のマイクラは始まった。だからこういう文句作るのうまいでしょ。あ、置いちゃダメ、置いちゃダメ。でこれをね、また置いた。もういいや。クラフト、そう、今クラフトボタンを押したんだよね。菓子の木材、ポチ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 。すると、ほら、作れるものがいっぱい増えました。ね。マインクラフトのマインは掘る。クラフトは作る。で、掘って作るっていうゲームなんだよね。作業台、ポチ。この作業台っていうのがすごいミラクルなアイテムで、いきなりなんでこの作業台が作れるのか。神の謎だよね。おー、棒、ポチポチポチ。棒がすごい大事だよね。剣は、剣と、じゃあ、斧と、つるはし。うん。もう一個作ろう。ドア作っちゃおう。とりあえず、おうちに、おうちらしく。おー。お家になりました。ふう、これで安心だ。ポチポチ、よいしょ。ちょっとお家らしくなってきた。どうだ、どや。さっきの穴にね、ご近所にいいのがあった。怖いけどね、行こうかね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。うわ、怖い。この石も掘れるんだよね。つるはしがあると楽に掘れる。手で掘ってもいいけど、手が血まみれになるよね。なんないけどね。なんないんだけど、時間がかかっちゃうんです。うん。お昼に食べたサンドイッチが、ちょっと重たかったかな。胃がもたれちゃう。ほら、体力ゲージが減った。ね。体力ゲージっていうか、お腹、ホットドッグのゲージがちょっと減ったよね。ほら、あそこにある黒い粒々の石。
あれが欲しいの。れが欲しいんだよ。くれよ。怖いな、水怖いな。よいや。よいしょ、よいしょ。ふああ、やった。これね。豚さんだ。豚さん、一緒に暮らそうよ。おーい。一緒に暮らさないの？この手に持つものが君には見えるかね。ヒュンヒュン。何あの真摯な眼差し。僕を殺すの？みたいな。僕ね、マイクラの世界。食べるためにああいう動物を叩き切って肉にして食べなきゃいけないんだけど、別にね、博愛主義者を 装ってるわけではなく、なんか殺しにくい、そういう面でもマイクラがね、リアルがあって怖いんだよね。すごく怖いの。それでね、断念してるんですよね。じゃあやるなよって。 それは許してくださいよ。面白いんですよ。あ、狭い。狭い、狭くて何も見えない。よいしょっと。この人広くしよう。友達とか家族、まあ息子はですね、マイクラとかをですね、もう何年もやってるんで、ベテランなんですよね。お友達もいまして。出まして、でその人たちのワールドにお邪魔して、マイクラ自体はもうやり始めて半年ぐらい経ってますね。なのでこういろいろマイクラに詳しいわけです、僕。こう見えて、だけどもうね、やってる人とは思えないぐらい怖がりで下手くそなのね。松明、この臆病な僕が一番大好きなアイテムはこの松明。これいっぱい作っちゃおう。へへへ。クラフトするの楽しそうでしょ？いろんなものが作れるんだよ。このチェスト。これはね、アイテム入れだね。今はいらないんだけど。木の剣がいるかな。一番欲しいのは石のつるはし。こうやって作っていくんだよね。ポチポチ。つるはしでしょ。剣にしよう。怖かったし。こうやってやってくんだ。こう生きていくゲームなのね。よいしょ。おお、できた。原始人のお家。これなんていうんだ、横穴式住居っていうの？いや、もうちょっとまともな雰囲気を与えるために、ホビット票の ホビットのお家 知ってる？指輪物語って。ね、ホビットのお家。僕背ちっちゃいからちょうどいいか。買いこぶるなと。いいじゃんかよ。はい、よし。あと5分って何が？あ、これ見守り設定だ。このスイッチ、子供用だから、何分かやったらね、もう終わりになっちゃう。食料が欲しいな。夕方になる前に食料が欲しい。これね、定番のね。場所がわかんなくなるわけよ。こう、世界がランダム生成されてね。どこだかわかんなくなっちゃうの。だからこうやって目印をね、あいた。作るの。命がけでね。深いところから落ちたらダメージ受けます。おー、あいた。
ほら、ゲージがほら、お腹、空腹ゲージが、あれしてる、消費されちゃって、3つ以上減ってるとね、ハードが治んないの。鳥さん、鳥さん、おら。わーい。あ、羊さんだ。羊さん、こんにちは。おら。残酷でしょ。もうでもね、しのごの言ってられないの。さっきの豚は殺せない。ごめんね。僕のママは ママはね、ほら、ここにいるよ。もういい。死ぬほど言ってられないんだ。許してくれ。ああ、夜になってきた。またあの夜がやってきた。怖い。石が欲しかったな。石ぐらい掘りに行けるかな。あ、自宅に石があった気がする。すごいよね、自宅に石があるって。あった、石だ石だ、石石。うわ、これでいいぞ。やっぱちょっとさっき食べてパンが、あ、危ない、コントローラーが。今欲しいのはね、かまどなんだよね。生肉ゲットしたんだけど、生で食べてもいいんだけど、生で食べるとなんか、僕生のお肉嫌いなの。だからね、こうしてかまどをポン。いいね。で、ここにさっき取った、あれ？さっき掘ったよね。あ、僕取ってなかったの？バカだな。いや、でも取ったよな。変だな。石のつるはしじゃ掘れないの？そうか。くらいやると酔う人がいるよね。いるんだって。みんなこの画面見てて気分悪くなったりしてない？大丈夫？なんかね、いたんだよね。気分悪くなっちゃうんですって、言ってる人が。そう、これでね、炭を作る。さっき全部松明にしちゃったんだ俺。いや、だから木のつるはしで石炭は掘れるんだ。怖いっつって、ほら、バカだな。まあいいや、松明置いてこよう。あ、時間になったって。これ何パスワードかなんか打つのかな。よいしょよいしょ。もう遊べません。見守り設定をオフにすると、これで、こうして、こうして、はい。お肉焼いてます。マイクラ怖いでしょ？すごかったでしょ、さっき。この窓の隙間からこう。
怖いのいないかな。松明置きましたけど、松明置くと敵が近寄ってこなくなるみたいなんですよね。正確にはなんか別なんかスポーンがどうのこうのとか難しい話みたいなんだけど、よいしょ。お肉食べるとこ見る？はい。むしゃむしゃー。あ、ホットドッグが満杯になった。ね。このさ、お腹すきすきゲージがさ、ホットドッグってところがなんか外国っぽいよね。日本だとご飯ジャーになるのか。 あれ？ゼルダとかもそういうのあった気がするんだけど。なんだっけ？いっか。さあ、こういう感じで、僕はもうね、こっから先あんまりできないんですよ。もう怖くってね。一人だとほんと何もできないのね。怖くて。で、人とやると、うんとかやれるんですよ。夜はひたすらこうしてね、家の中でね、見てください。こうしてね、じっとしてるの。怖いよーって。だったらやめりゃいいじゃんとか思うよね。これまさか。ただまあ、マイクラっていうのはこうしてひたすら生き残る、暮らすというゲームなのね。そう。あ、ベッド作れる。ベッド使って一回終わりにしよう。そう。生き残るのが楽しいゲームなんだよ。自然破壊をしながら、こういうとなんかひどいな。ゲットしながら素材を暮らしていくの。もうほんと人類そのものだよね。あれ？え？ベッド作れないじゃん。あ、羽毛が足りない。鳥行こう。羊やーい。あ、もう夜が明けるぜ。うわー、コントローラーが。このジョイコンがね、結構すぐね、痛むんですよね。うわー、ゾンビだ。もう怖くないぞ、石の剣持ってるから。ブタさん逃げて。何個かジョイコンダメになったよね。朝になると、見ててごらん、これね。朝になると、あ、いた羊。このゾンビどもも、やっつけちゃった。 朝になったらどうなるか説明できないじゃん。バカだな。ピヨン。ほら、ごめんね。ほら、どっかで苦しんでる音がする。ほらほら、燃えるの。村人ゾンビだ。どっかに村人いんのかな。声がうるさいよ。ぴょんぴょん。すごい広いんだよね。もうずーっとあの霞の向こうの向こうも未知の土地が広がってるの。咳払い録音してもさ、おっさん感が増すだけでしょ。 ベッド、よし。ベッドどこに置こう。 こんな暗いところ。 頭打っちゃうじゃん、こんなところに。ろうそく置こう。
家の中にもろうそくをこうね、でだんだんこの拡張部屋がね大きくなってね、お部屋っぽくなるわけよ。それがねすごいねまた楽しいんです。ここから一段低くしよう、階段とかも作れるし、なんならね壁もね可愛く飾れたりするんです。おうち感が増すんです。ここで、あ、今まだ寝れない、ほら ZL 眠るって書いてあるよね。夜の間しか眠ることはできません。それはちょっと漫画家にはきついな。昼も寝たいよな。さあ、ただでさえ普段一人ぼっちの漫画家がこの孤独を生きるゲームやるというこの配信、皆さんの手助けが必要です。今後ともお願いします。ではまた次回。ぴょんぴょん。わーい。またねー。